大乱闘スマッシュバーザーズ X! いや、前回どこまで進んだかね、覚えてらっしゃいますかと、皆さん聞くと思うんですよ。これ収録ね、なんかもうだいぶ空いてますよ。もう全然覚えてない。さあ、久しぶりにやるわけですけど、洞窟。悪夢の使者をね、続きでやっていこうと思います。よろしくお願いします。どっからだ?多分編集で見ると、あ、ちょっと待って、いきなり5人から始まった。5人の中が好きなキャラクター選んでね、みたいになった。さあ、というわけで洞窟の中を進んでいきます。おい、初見殺し、そんなんに俺が引っかかると思ってんの?落ちる腕あるじゃないですか。あんまりゲームやってないと落ちるよとかあるじゃないですか。僕には落ちる腕なんてないんだぜ。教えてやるよ。いや、でもカービィのうちに稼ぎたいね。カービィのうちに稼がんとね、得意キャラのうちに稼いどかんと、後がね、グダグダになって厳しくなる。ハンマーブロス落ちた。あれ、ハンマーブロスは?ああ、いなくなってるわ。よし。おー、なになになに、そんな初見殺しに俺がかかると思ってんの。あ、形見てそこに入れるな。うわ、すげえ。アスレチック。すげえアスレチックだ。いや、これカービィじゃないとね、機動力が足りないな。カービィでよかったな。リンクとかでこれやったら自分絶対無理だったんじゃないの。なんか毒の霧みたいなある。ほい。で、今のうちに走れってこと?しばらくすると、また吹き出てくるのかな。おお、いっぱい来た。カブトムシおる。虫キング。虫キングおる。虫キング。なんかおったな、こいつ。なんか殻取ると弱くなるんだっけ。いやー、結局、ストーンでいこう。ストーン中は、ほぼ無敵。アドベンチャーならストーン使えるでしょ、結構。技の性質がいいからね。なんかある。時計みたいのある。なんか額についてる。なんかカービィ額についてるぞ、お前。ほい。あれ?あ、終わった。のこのこがいたからか。突っ込んでた。はい、頑張れ。もう一撃も食らわんだらいいや。食らわんだらいいですからね。なんだかんだれ。もうね、どうせね、どうせ食らわなかったらお話は一緒ですよ。食らわなきゃいいんで。敵食らったらもう終了です、このカービィは。このカービィは食らったら終了という、うれき目に合いそうですけど。こっから、即死ゲーミング始まるな。一発食らったら即死。一発食らったら即死。うわぁ、マリオの出番です。まあね、アスレチックといえばマリオがね、まあマリオはそこそこ使えるんだけどね、別に。使えるって言っても、みんながスマブラ上手い人が言うマリオの使い方じゃないだろうけど。よし、行くぞ、マリオ。でもカービィでだいぶ稼いだ気がする、マップ自体は。よいしょ!よいしょ!あ、今、左バント!終わりかな?黄色入ったってことは。あ、クッパ!クッパ、クッパ何されてたんだっけ?あ、ピーチ!あ!これは殴れない!こいつずるいぞ、ピーチを盾にして。あ!あ、余計、クッパにそんな、あ?え、何?あ、デデデのバッジだ!デレレがつけてたバッチ、あーおっとっとみたいな感じで落ちちゃったよ、クッパ。あれと思ったかはぁと思ったかみたいに、そんな綺麗に。戦艦ハルバット、そんなにやごせえへん。あ、そう、デレレバッチ。カービィ気になってる。俺見たことあるな、このバッチ、みたいになってる。エンシャント教徒ロボットじゃん。何?敵サイドのお話?そのアニメーションというか、あ!次元爆弾セット。この3分って何なんだろうね。毎回3分っていう次元装置設定してるけど、何だろう。エンシャント教がカップラーメンでも食べようとしてんのかな?ああ、ほら、3分またカップラーメンできたから。あ、ガノンだ。え、ガノンじゃん。あ、デラックスからがガノンってよく考えたら。手だ!マスター!え?マスターハンド。え、マスターハンドがこっち来た。え、何指さしとる。え、ガノンが、え、待って、ガノンがさ、頭下げとる。え、ガノンって頭下げるキャラだったっけ。あ、遺跡かな、別の方の視点になりました。結構昔だけど、なんかさ、ワリオとか倒したんだっけね。その後、遺跡に入ったんだ。よし、行こう。いやー、これ下に落ちちゃう。あー、こういくか。またさっきみたいななんか変なアスレチックありそうだな。怖いな。あー、なんかトロッコも嫌。トロッコとか前回さ前回トロッコに痛い目にあったから怖いな。いつでもジャンプできるようにしといた方がいいよ。あ、爆発する。危ね。
自由落下怖いな。そういうね、初見殺しにね、いつまでも引っかかると、ね、思ってたら大間違いよ。いつでも引っかかりそうだけど。大丈夫大丈夫。あ、やばい、潰されそう。潰した、いやー、潰される。ゼニガメが潰された。ゼニガメ分かりやすく潰されたな。くそ、危ね。おい、そんな同じ手を二度も食うと思ってんの。いや、怖いな。ちょっとネジ巻き鳥さん、ちょっとやめてください。ネジ巻き鳥ちょっと害悪だな。ここにいるー、危ね。あ、針はいいのか。なんだ、針の方が楽だね、じゃあ。針の方が潰されても大丈夫と見ると楽だな。リュカちょっとね、稼いでほしいな、頑張って。あー、もうそういうことする。いやー、さっきのカービィとかと違って、難易度が高い !PDS サンドいや、しょうもないんやんな、まあ、言い方落ちくん。さっきから、あ、こういうことか。いやー、結構ストック失ってんだけど。なんだかんだにゲームオーバーはないからさ、ちょっと、ゲームオーバーは見たくないな、さすがに。あ、これ、あ、待って、でもさ、これ。え、待って待って、これどうする？どうすんの、どうすんの、これどうすんの、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 あ、助かってる、助かってる、どうすんの、よっしゃ、トロッコから再開や。うわぁ。ちょっと、あれ、ラスト1機ですか、もしかして。え、ラスト1機、嘘でしょ。え、こんなしょうもない死に方の連続で何？ラスト1機なの？やばいって。え、ゼニガメやばい。え、ゼニガメやばい。くそ、しょうもない初見殺し、全部初見殺しに引っかかってる気がするんだけど。なんか、運営のさ、まさまさと見せつけられてる気がすんねんけど。ピリエさんだー！ちょっとゼニガメ頑張る、ラスト1機や。いつの間にか、ラスト1機になってる。あ、や、やばい！お、危ね！危ね！ヒヤヒヤだよ。ヒヤヒヤのヒヤよ。ヒヤヒヤのヒヤ！メタルプリム！うわぁ、怖い怖い怖い。針出てくる。おぉ。おぉ、あぁあぁ。おぉ、おぉ。あ、ラスト1機。緊張感えぐいよ。あ、早く入って。はい、入った方がいい。おぉ。また続くの、もう十分だろう。いらんとこで2死したのがでかいな。ん？台来ると思うんだけどな。あ、来た来た。はい。はい。あった、ハートの器。あ、これあれ、ま、もう一回下降りんのか、向こうでも。もう一回下降りるっぽいな。下降りる。怖いな。あ、うお、ぶれ、バイダンがいっぱいいる。早く行った方がいい。あー、あぶれ。あ、やった、やった、危ねえ、クリア、危なかった。あー、怖かった。不思議そうじゃん。え、あ、もともとポケモントレーナーはポケモンだったってこと？不思議そうは。あの短いムービーで刺しのはなかなか無理だけど。あ、不思議そう増えたけどさ、見て、ストック1機しかないよ。あれ、ストック1機しかないの？不思議そうでやんの？不思議そう俺わかんないんだけど。え、残り1機しかない、このキリキリ状況で何俺不思議そう使わせられんの？え、大丈夫かな？不思議そう、お前、大丈夫？頑張って、なんか頑張って。え、不思議そうって何ができんの？不思議そう何ができるんだ、教えてくれ、教えてくれ、不思議そう。お前何ができるんだ、マジでお前何ができるんだ、頑張れ頑張れ不思議そう、頑張れ不思議そう。よし、いけ、よし。はぁ、怖っ。わぁ、まだ続くの？ちょっと不思議そう何ができるんだ、お前教えてくれ、俺に教えてくれ、不思議そうって何ができるんだ。お前自分の能力は何ができるか証明せ。お前自分の能力何ができるんや、自己 PR せ、自己 PR、 自己 PR して、不思議そう頼む。あ、スター、え、スター取ったはええけど、あー162だー、きつい。あー、まだ続く、やばいやばいやばい、不思議そう不思議そう、あー不思議そう、あー不思議そう、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 頑張って、不思議そう、よしよしよし、不思議そう197だぞ。お前ギリギリで戦ってんな、弱ってるぞお前。なんか買い替えても、あー、やった
やった不思議層がめっちゃ輝いてる、超活躍してる。慎重に先行った方がいい、先行った方がいい。ああ、え、行き止まり、いや違う、ここに扉ある、入り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 、よしよし、はあ、リゾート、あ、でもストック回復してるぞ、ストック回復してる、よし戻れ、長いなお前、タイプ有利、よし、ストック回復してるんだったらもう気楽よ。よく不思議そう耐えたな。ほいほい、フリーザ、くそ、ほいフリーザ、ほい、いや頑張れ、これは普通に落とすだけだから大丈夫、勝てる勝てる相手、勝てる相手、勝てるよ。どうすんだ、さすがにこれ普通にここに4ストック消されて負けたら面白いな。よく今不思議そういけたな、不思議そうのね頑張りを無駄にすんなよ絶対で、ほい、んー、よいしょ勝てるぞ、ゼニガメだけで勝とう、さすがにね、さすがにね、自分だってスマブラやってた人の端くれだ、それぐらい。あ、それってなんかよくわかんないけど埋まった、やった不思議そう頑張ったなマジで不思議そう頑張ったな、あんなに頑張ると思わなかったな不思議そうが。よしポケモントレーナー頑張った頑張った、お口来たよ遺跡の。よくリュカとポケモントレーナーでここまで来れたな、ほとんど不思議そうの力だけどな。こうや急にまた場面変わったな、こうしてみると。何あれ、超高速兵器、あ、そっか、ま、アイクマルス、メタナイトは一緒に行動してたのかマルスがちょっと頭変えてから行ったな。え、あれを追いかけてんの、あのバイクみたいなやつを追いかけに。メタナイトはね、言うてね、もう最強なんでメタナイトは最強キャラなんで大丈夫でしょメタナイトは最強キャラなんでね、なんかめっちゃ強そうなんで来たんやけど。おい、こっち来いよ、落ちろよ、落ちない、落ちる、助けて、落ちる、あ、真ん中に可愛いの出てる、この可愛いのが本体だ、よし。あ、でもこれベルトスクロールだから、あー、あぶねー、岩落ちてきてんじゃん、なんで、誰が投げてんのこの岩、ドンキーコングとかかな急になんか上から岩落ちてくんだけど、ダメでしょ上から岩落とししたら、ま、これが本当の岩落としってか。あー、メタナイト、え、どこにいんのメタナイト、あー、あー、あぶねー、大砲いっぱいあんな、気ぃつけないと自爆する、 A で発射する、おい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 、分かってても死ぬんな上上上目上目上目、よし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 、で 上目でいいよ、上だったらリカバリー効くもん、上目に発射する、そう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 、メタナイト犠牲を無駄にすんな、メタナイト入れたら教訓を無駄にすんなさあ、バイクのとこに来ましたけど、このバイクちょっと僕見覚えあるんですよ、実は。スマブラ SP でね、こんなやつが。そうじゃん、ガレオムじゃん、うわ、ガレオムだ、スマブラ SP にいたわ、こいつ。懐かしい、スマブラ SP のこいつの時ね、こいつにめっちゃ苦戦してた。いや、マジでこいつに苦戦してたな、スマブラ SP の時。懐かしいぜ。懐かしいなぁ、スマブラ SP の時にこいつにすげえ苦戦してた覚える。あー、割れちゃった、やばい、ちょっと待って、やめて、やめて、やめて、金ならあるでちょっと見逃してくれへん。あ、メタル、メタルあるぞ。よし、メタル。メタル強いんじゃねえか。ご寄せるんじゃねえか。あ、メタルでも奪っちゃうの、メタルでも奪ったら埋まるのね。メタルそんな強くないのか、もしかして。メタルそんな強くない？もしかしてこれ。あー、マルス。いや、できればガレオもね、一発で勝ちたいな、せめて。あー、マルス。マルス。まだいけるぞ、マルス。飛び上がり。くそー、奪った、奪った、奪った。話がしたい。危ない。ガレオム、まだ、まだ、落ち着けよ。落ち着けよ、ガレオム。あ、衝撃や。よし。分かってんの？あれ？意外と分かってる？俺、もしかして。なぜ俺分かってんだ、攻撃が。飛び上がり。
回転やったか。あ、なんで分かってんの俺。え、待って、俺なんでカリウムの技が分かってんの。あー、マルス分かってても食らってるもん多いな。うわー、マルス。アイクどうなんだ。アイクさ、隙をこつけないから辛いんじゃねえか。甘いじゃー、甘いのはお前だよ、アイク。お前の思想だよ、甘いのは。衝撃や、よし。なんで分かってんの。よく分かるな。やばい、歴戦の勘が言ってるわ。こいつ勝てるわ。歴戦の勘が言ってるもん、ほら。ほら、歴戦の勘が言ってる。俺、何の攻撃来るか分かる、ある程度。すげえ。ほら、すげえぞ。え、これ。あー、でも、調子乗ってはいけない。分かった。意外と苦戦してねえの面白いな。すげえ。歴戦の勘が言ってたわ、こいつには勝てるって。あ、ガリウムの最後が悲しいんだけど、落ちてったで。